2022明治安田生命 J3 リーグの第2節です。いわき FC のホームゲーム、いわき FC 対 SC 相模原の一戦。さあ、この辺りは後ろがつないでいこうというところですが、ボールを奪って宮本ミドルシュートを打っていきますが、これは枠を捉えることはできませんでした。ここは星と内田の競り合いがずっと続いていますが、さあ松橋に出て、松橋左足のシュート、ここはゴールキーパー鹿の好セーブです。船山からのパスを受けた松橋、さあ右足なら岩渕、そして左足なら日高ですが、日高の左足です。さあ、そしてこれがチャンスになりましたが、枠の上でした。最後シュートを打ったのは鈴木翔太です。まあ、何人かの選手が倒れたりして、ちょっと少しプレーが止まるような、そんなところもありましたが、最後このボール反応したのは鈴木翔太。さあ、佐賀のスローイン、有馬です。もう一度佐賀に行く、かわして右足でクロス、ファーサイドは鈴木です。折り返して古川飛び込んでいきましたが、これで回数的には3回目ということで、最後の交代になります。いわきは中に送ったボール、鈴木翔太のシュートが決まりました。いわき FC 先制です。ゴールを決めたのは9番の鈴木翔太。さあ、下がりく切り返して中に入っていこうというところ、ボックスの中で倒れて、判定は PK です。これを決めれば勝利に大きく近づきます。いわき FC、 有馬の PK です。あと足で止めましたが、最後は枠は越えていきました。囲いのセーブです。開幕戦先制点を奪ったのは鈴木翔太です。この左サイドからのクロス、有馬が少し触って、そのボールを鈴木翔太が左足振っていきました。この辺りはディフェンスも詰めづらいといいますか。